みんな、みんな苦しめばいい。エスケ、その答えは何日で出した？新八さん、せめて何年って聞いてくれよ。どうしてもってなら、新選組を辞める覚悟が必要だぜ。私は、今日でお留守番ですか？せやったらお前、おせやと結婚しいや。すごいぞ、さや。聞いてくれ。俺、さやのことが好きなんだ。新選組も大阪へと下り、徳川慶喜公に忠義を尽くす。戦が始まる。もう後悔したくないから戦うんだ。まだ失ってない仲間を見殺しにしたら、俺は二重に後悔しちまう。ありがとうな、鉄之助。ピースメーカー黒金後編、有名。2018年11月17日公開。